んこんにちは、オーセス。6月の25日と27日に岩手県にてバスケットボール男子日本代表の国際強化試合が行われました。対戦相手はイランの代表チームと戦いました。第2戦目が67対72で、惜敗という形になりまして、そして第3戦目が76対50で第2戦目のリベンジを果たし、2勝1敗でイラン戦は勝ち越す結果となりました。今回の強化試合出場しました渡辺飛勇選手の感想を述べていきたいなと思います。もしよろしければ最後までご視聴のためにチャンネル登録よろしくお願いします。第2戦目第3戦目も渡辺飛勇選手がベンチ登録されまして、出場時間は短かったものの渡辺飛勇選手が出場することになりました。第2戦目は3クォーターから出場することになりまして、2得点と1リバウンドを記録することになりました。渡辺飛勇選手の得点のところが印象に残っていまして、渡辺選手がハイポストからの1対1で相手選手とのマッチアップで、フィジカルでお互いが押し合って、渡辺飛勇選手が難しい体勢からのフックシュートを決めたところが、渡辺飛勇選手のオフェンス能力の高さというのも見ることもできました。そして第3戦目は4クォーターの終盤で出ることになりまして、1リバウンド1ブロック、このブロックが最後結構強烈だなと思いました。相手選手がかいくぐってのバックシュートを渡辺飛勇選手が高い高さからのブロックで観客の皆さんを沸かしたところが今回のハイライトになるかなと思います。2戦目3戦目が出場時間が短かったものの、渡辺飛勇選手がそのポテンシャルを発揮してくれて数字を残してくれたかなと思います。2戦目も3戦目も強いて言うなら、ディフェンスのところで渡辺飛勇選手がバックドア取られてからの点数だったり、あとは日本代表選手が細々とスイッチを行ってますので、そのスイッチのズレを突かれて渡辺飛勇選手のところで得点が決められたりというのもあったので、そこの修正を渡辺飛勇選手が今後行っていけたらなと思います。日本代表での渡辺飛勇選手が堂々とプレーも行っていまして、 B リーガーの経験が高い周りの選手と比べてプロでの試合経験がない渡辺飛勇選手がここまで渡り合えてるっていうのがとても楽しいところでございますし、やはりここは竹内兄弟だったり、やはりシェーファー・ビー・コウキ選手と代表居残りをかけて戦ってる姿っていうのは渡辺飛勇選手の課題試練であり、果たしてここは残れるかどうか、今後の国際強化試合が見どころかなとも思います。やっぱりこの代表戦での活躍が来シーズンの B リーグの琉球ゴールデンキングスのやっぱ活躍にもつながりますし、やはり渡辺飛勇選手のプレーを見れば見るほど来シーズンの琉球ゴールデンキングスで果たしてどのような活躍を行ってくれるか、やっぱ想像することも楽しいですし、やっぱ渡辺飛勇選手をこれ現地で生で見て、これがまた新世代のプレイヤーっていうのを目に焼き付けたいと思いますので、来シーズンも応援を引き続き頑張っていきたいのと、渡辺飛勇選手をピックアップしてまた応援もしていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。